久保さん、ビジネスはそんな甘くねえっていうね。<laughs> そんな甘くないっすね。<laughs> コピペのラブレターで女を口説くことはまあ難しいですね。ただね、数の理論があるんでね。数の理論があるんで、ネットの場合は。ね、ラブレターを80円切って、80円切って貼って1万通送るってったら費用かかりますけど、コピペして DM、まあメールなんすか。 Facebook の DM とかインスタの DM とか別にタダで送れるじゃないですか。そう。だ昔ね、いたんですよ。200人ぐらい送ってます、みたいな。反応あるんですか、それみたいな。なんかそ、ネットワークやってる人がな。で、どうやってやってんですかみたいな。いや、あの、DM ちょっと送ってるんです、みたいな。さ反応あるんですかみたいな。いや、1、2名、一応お手伝あるんです、みたいな。へえみたいな。<laughs> いや、でもね、久保さん。 あそうだ、でも、久保さん、あれっすね、山口陸も DM でしたね <laughs>。あ、いけますね。だから、数の理論で、まあ、いけないことはないか。そう。そう、山口陸も、なんか、あのインフォトップとかインフォカートの、あの、あの販売者の特定証に書いてあるメールアドレスを Excel にピックアップして、でひたすら DM 送るってことやってて、で、僕の会社の方にも来てね、で、たまたん僕見て、 なんか面白そうだなと思って、じゃあ話聞きますよって、そっからですからね。だから山口陸さんが、その、不特定多数に DM を送ってなかったら、まあ、生まれなかったですね。山口陸伝説。<laughs> 伝説っすね。だからその、一通の DM っすね。しかも、何百、何百人とか何千、何千人は送ってないの何百人は送ったって言ってましたけどね。はい。テンプレで。僕、テンプレに引っかかりましたね。 そういけば、はい行ってらっしゃい